皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、名刺は誰のもの？個人？それとも会社？あなたは何人の人と名刺交換をしたでしょうか？社会に出てからの年数や職種によって違うと思いますが、経営者が営業マンであれば、月10人以上と名刺交換をすると思います。10年も社会人生活を送ると相当な数の名刺が集まるはずです。先日あるクライアント先で10人ほどの営業マンから自分が保有している名刺を出してもらいました。正確に数えてはいませんが、おそらく1万枚近くの名刺があったと思います。ですが、その名刺の中で仕事につながっているのはごくわずかだというのが現実です。ほとんどの名刺はどこで名刺交換したのかも忘れ、当然顔も忘れて、捨てようと思っても捨てられずにいる状態。まあ、こんな状態の名刺が多いのではないでしょうか。活用しないのだったら名刺交換をする時間とコストがもったいないだけだという考えもあります。このように名刺は特に仕事につながっていなくてもなかなか捨てられないというものすごい特徴があります。この特徴を活かせば営業を大変有利に進めることができるでしょう。もしあなたが営業マンであれば、名刺はあるが取引がない会社に電話をかけてアポを取るべきです。このような話をすると必ず反論があります。その反論とは、何年も前に名刺交換をしたので今更アポが取れない。そもそも覚えているはずがない。もう異動になっているかもしれないなどです。今日の本物の商売を目指すポイントです。これらの反論は確かにごもっともです。異動になっていることもあるでしょう。忘れられていることの方が多いでしょう。もしかしたら冷たい対応をされるかもしれないでしょう。ですが、あなたが心配しているこの状況と、アポが取れる取れないは全く別問題です。やってみればわかりますが、それが思い込みや既成概念だということに気づくはずです。論より証拠、実際に電話をかけてアポを取ってみてください。思ってる以上にアポが取れるのでびっくりするはずです。もしあなたのところにこのような電話がかかってきたらどうするでしょうか。以前、〇〇様と名刺交換させていただきました、〇〇会社の〇〇と申します。その説は大変お世話になりました。実は、久しぶりに〇〇様にご挨拶をと思いまして、来週お伺いさせていただいてもよろしいでしょうかと。おそらくあなたは相手のことなど覚えていないでしょう。ですが、以前名刺交換した、と言われるとなんだか会った方がいいような気がしてくるのが人間です。顔を覚えていないのにもかかわらず名刺交換していってるのだから会わないと悪いような気がしてくるとも言えます。しかも相手は自分のことを覚えているような感じがしています。実はこれが名刺交換をしたという心理的効果です。このように考えると、一度名刺交換をしたという既成事実さえあれば、アポイントを取れる可能性が高いということです。ならば名刺交換したが、仕事にはつながらなかった会社へアポを取ることは非常に有効的だということです。ところが 99% の会社はこのようなことをやりません。そもそも名刺は各人の机の引き出しの中か、名刺ホルダーの中で眠っています。会社にとって名刺は大切な資産。資産にもかかわらず完全に個人任せの管理です。名刺を会社で管理するというようなことがない。不思議なことなんですが、これがほとんどの会社に当てはまります。名刺は会社のお金を使って作成し、名刺交換は就業時間内に行います。なのに個人管理。そう考えれば会社管理が当たり前のような気がしますが、皆さん方はどう思われるでしょうか。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。